一番最初にコンフォートを始めるきっかけになった方が今のところ一番印象に残ってるんですけども、まあ、すぐご近所に住んでる方なので、機器をセットした何日か後に通りでばったり会ったんですね。そしたら私の方を見て、先生グーって言ったのがとても印象的で、まあそれを入れてからは固いおせんべいでも何でもバリバリ食べられるんで、まあ、老人会とか婦人会に行ったらみんなに驚かれてるんだなんて嬉しそうにおっしゃってたんで、ああよかったなと思ってます、はい、いらっしゃる前、コンフォートを入れる前の状態っていうのは結構先生から見てもだいぶひどい状態といいますか、そういう感じでありましたか？何度か化学の葬儀師だったんですけども、何度か作って最初はいいんですけど、ちょっと時間が経つとやっぱり当たってくる痛いっていうことで、普段使われてる時はご自分で義歯安定剤を使ったりとかっていうことで対応されてたんですけど、それも毎日毎日のことで大変だからということをおっしゃってたのが、そういう手間がいらなくなったっていうことでも随分快適さが増したんじゃないかと。今までいろいろ義歯を作ってみたけれども、なんとなく合わないとか、なんかもうちょっといい方法はないものかとかって考えてる方は、まあいきなりコンフォート自体を試すことはできないですけども、例えばティッシュコンディショナーとかそういう裏打ち剤を貼って大体の感覚を試すこともできるので、そんなんでその厚みとかフィット感とかそんなものを体験するっていうのがまずコンフォートのいいところだと思うので、疑似体験のようなものができるっていう、普通義歯って作ってみなきゃわからない、入れてみなきゃわからないっていうところがあるんですけど、そういうお試しができるっていう、今までの義歯とは全然違うものと考えてもいいかもしれないぐらいのことだと思うんですね。であとは例えば、完成した後でもシリコンの部分だけの貼り替えができるとか、そういう部分でも長く使ってもらえるものだと思うので、ある程度最初費用はかかるかもしれないんですが、まあいいものだと私は考えてます。今までの技術とはちょっと違うものだと考えていただいていいんじゃないかな。